当時島流しは死刑に次ぐ重罪であった。遠島には本来期限がなかったが赦免の希望はあった。将軍家の代替わり、初出産、日光参詣、芝上野両廟所における法要などの際、限られた者に赦免の沙汰があったのである。それじゃあな、皆さんお達者で。とっつぁん、ほんと世話になったぜ。俺たちはこうして五体満足で国に帰れんの、とっつぁんのおかげだ。ありがとうよ。何を言うんだよ。この老いぼれは八条の土になるんだ。それが仏様のおぼし飯ってもんだよ。倉蔵、長生きしろよ。皆さんも体に気をつけなすって。達者でな。俺たちのことを忘れんなよ。達者でな。当時八丈島から江戸まで500石積みの流人船で4日ないし5日を要したという。カスケ、お前もはぐれ鳥らしいな。どうせ俺は木の股から生まれたお肉だ。親もなけりゃ鏡もいね、気楽なもんでさ。ご同様だ。町へでも出てみるか。あ、いいっすね。ドブの親分。親分、てめえみてえの半畜の野郎がよく帰ってきたな。あ、俺を出迎えに来てくださったんで。うのぼれんじゃねえ。八丈からろくでなしが6人帰ってくると聞いたんで、つらめに来たんだよ。暇つぶしだよ。巾着切りのカラスのカスケがご赦免のあるとは思ってみなかったぜ。相変わらず口が悪いんだから、親分。町行きましょうね。このお人は？ああ、志村金吾ってお侍ですよ。島じゃいろいろ世話になったんだ。志村さん、志村さん。この旦那、4年前に俺がお縄になった時の岡っ引きのドブ。旦那、本当の名前。本当の名前、そんなものはとっくの昔に質屋に入れちまって。旦那、志村さんも俺と同じで帰る家がねえんだ。助け、俺はここで別れるぜ。なんでいいじゃねえかよ。船の中でお前今夜一晩中飲み明かそうって言ったじゃねえかよ。気が変わった。縁があったらまた。お子さん、よっぽどこれが嫌いらしいだろう。実は親分、あの人、目明かし殺して島送りになったんですよ。目明かしを？何でも、そいつどうしようもねえわれでよ。志村さんの神さん手込みにしたんで、それで切ったらしいんだよ。若いのに、地獄を覗いてきやがったか。それだけの面してやがる。それに引っかえ、おい、どうしちゃったよ、お前。4年目とちっとも変わっちゃいねえぜ。カラスのカスケでございますからね。大和屋さん、どちらでしょうか。大和屋さん、ご案内しましょう。あ、思い出しました。恐れ入ります。あの、大和屋さん、どちらでしょうか。知らねえよ、そんなとこ。ああいうんだと、するいんだよね。おせんと所帯を持ちで。何を隠そう、俺は
島送りになるずっと前からおせんさんにぞっこんだったんで。お前不思議な好みしてんな。おせんが聞いたら座りしょんべん漏らして喜ぶだろうぜ。お客様が見えました。おう、嬉しいね。こんなお座敷に私を呼んでくれるなんて、この小さな胸が張り裂けそうだよ。もっとこっち。おせん、今日はお前、他でもね、おめえの可愛い弟分が島から帰ってきた祝いの席だぜ。弟分？なんで、カラスのカスケが。姉さん、俺は島でお勤めの間中、姉さんのことを思い続けてした。その満月のようなつぶらな瞳、神様が宿ってるようなふくよかな花、椿の花貼り付けたようなその唇、俺はもう死ぬほどおせんさん好きなんで。お前寝不足じゃないの？なんだよ、アブラムシの背中みたいな真っ黒い面しやがってよ。私の財布狙おったってその手は食わない四日市だよ。本当だったわ、おせんさん。おせん、男は面じゃねえ、心意気だっつったのおめえだぞ。分かってやれよ、こいつの気持ちも。いいんだよ、私は親分の焼き芋が昼寝したみたいな顔が好きなんだから。おせん、お互い面の話しちゃおしめえだよ。おせん、おめえあんまり笑わない方がいいぞ。親分、私のどんな顔が好きなのさ。死に顔だよ。死なせて。おせん、ちょっとどうだ。おせん、笑い顔もいいよ、おめえ。カスケと初対モテだって、こっちだって好き好きやら。それじゃあおせん、鳥も通わぬ八条で4年の間ずっと思いを寄せたこいつの気持ちはどうしてくれんで。どうしてくれよ、三分二首知らないよ。嫌がったね。おいカスケ、こんな白状の女ケツでもまくってヘでも垂れてやろよ。もういいよ親分。おせんさん、俺つれえけど諦めるよ。はいはい。どこへ来た町交際時で、俺とおせんはまるっきり相性が悪いんで。水天狗の毛じゃ犬と猿と出たぜ。どっか他の水天狗様行ってみようよ。梅にウグイスって出るよ。ほきき親分にほきき親分ほきき。じゃねえよ、ほきき。島から帰ってこねえがよかったかな。カスケ、寝てる女は馬より可愛いって言うからな、頑張れよ。酒の金ガンタナ。よし、頑張るぞ。ドブ、今夜寝かさないからね、ドブ。
そうないわ。残りは二人だ。志村金吾と加助。志村の行方は分かりませぬが、加助は向島のお仙という杉のうちに。よし行け。は。大工の留蔵も入れて4人が4人とも昨日八丈から御赦免になった連中です。何、4人ともか。いけねえ、勝つけど危ねえ。やどこ行った。かかないで山へ飛んでったわ。このやろう。なんだ。おしゃべりになったばかりの奴らをバラしたらてめえか。強いワード。大丈夫かね。カスケはどうしたんだい。あんなやつ叩き出してやってる。人の布団に潜り込んでさ、変なとこ触るから親分だと思ったら違うもん。バカ。そうか、逃げてくれたか、よかった。はあ、女には振られる、腹減る。いいことねえな。ちょいとお兄さん、上がってかない。真っ昼間からこんなとこウロウロして若いんだね。なんか食わしてくれるか。いいよ、お腹いっぱいにさせてやるよ。どうだい？上がる。さあさあ、行こう行こう行こう。おまきちゃん？もしかしてあんた、島に行ってておまきちゃんのご亭主？亭主だったと言っておこう。で、おまきはいないのか？もう一月早く戻ればよかったのにね。どういうことだ。おまきちゃんはね、もう江戸にはいないんだよ。何？亀有の先に鞍替えして行っちまったのさ。亀有の先。待て、志村金吾。小伝馬町の吟味与力大江首里の城だ。嫁は忘れてはおるわい。昔のことは忘れた。おお、島ボケか。ボケていても女房のことは忘れぬと言える。貴様、女房のおまきに会いに来たのであろう。おまきがどうしておるか知りたいか。おまきはな、宿場女郎に身を落としたのよ。女郎？お前がご赦免になるよ。その筋に金をばらまくためにな。それはまことか。女房が身を売った金でよくもぬけぬけと帰ってきた女。志村、俺は執念深い男だ。5年前お前が俺の可愛がっていた目明かしの豆録を手にかけたのを忘れちゃいねえ。もう一度臭い飯が食いたくなかったら俺の前をうろうろするな。
お父様が退屈していらっしゃるとドブ様は必ずお目になりますのね。いや、殿様が退屈なさるほど世の中大平楽じゃございませんよ。そうよな、一晩のうちに八丈帰りが四人も殺められたとあってはただごとではあるまい。殿様もご存知なんですか。ま、上がれ、話を聞こう。四人とも裸で殺されたのか、若い娘かなんかだったら分かりますが、一体どういうわけで。主任は四人が体につけていたものから何かを探そうとしていたのかもしれないな。しかし殿様、八丈帰りのご赦免者が宝物を身につけていたわけがねえし。昨日は島から何人かへ独立です。じゃあまだ二人は生きているわけだ。加助っていう巾着切りの若造と、それから志村金吾っていう浪人が、ただしこの二人が無事だとすれば、二人とも決まったねぐらがねえためだと思われます。どう、一刻も早くその二人を探し出し、凶賊の刃から命を守ってやらねばならん。父上、町回りの小松様がお見えでございます。うん、通せ。火急のご報告に参上しました。申せ。小伝馬町牢屋敷吟味役与力大江尻之丞殿が何者かに惨殺されました。大江が。はい、弁慶橋のたもとより発見されましてございます。大江様って、あの音に聞こえた鬼与力の。そうよ、小伝馬町では泣く子も黙るという大江様よ。しかも小野派一刀流免許の手だれが一刀のもと。それで。は、左肩から真の像まで切り下げた腕前はよほどの豪の者の仕業かと。そうか。しかし大江ともなれば敵も多かろう。それにつきまして吟味方では有力なる下手人を一人。さすが旦那だ、手回しがいいや。昨日八丈よりご赦免になった志村金吾なる浪人者。何、志村は五年前、大江殿の手下である豆六なる目明かしを手にかけて島送りになったのです。大江殿は志村を死罪にせよと主張したのですが、志村の方にも情状酌量の余地があり。加助の話じゃ、豆六ってのはどうしようもねえゲジゲジ野郎で、志村さんの奥さんを手ごめにしようとしたっていうじゃないですか。そうよ、だから志村は坊主にっけら今朝まで憎いで、豆六の主人である大江殿を憎んでいたにそういあるまい。しかしそれだけで下手人に仕立て上げるというのはちと軽率すぎるようじゃの。はあ、しかし実は本日昼下がり、東両国の山の近くで大江殿と志村らしき浪人者が立ち話しているのを見たという者がおりますので。何ですって。親分、ごめんなさい殿様。なんだよ、そぞし。親分、加助の居所が分かりやしたぜ。あの野郎まだ息があったか。息があるどころか、安畜衆と来たら向島の岡場所で白豚みたいな女にどっぷりはまり込んじまいやがって。なんだと。いいんだよ、お足のことは気にしないで、朝までずっといておくれね。今夜は眠らせないよ。おせんさん、勘弁してくれ。なんだよ、さっきからおせんおせんって。あたしおらんだよ、おらん。もう何度言ったらわかんのさ。ごめん。将棋の駒みたいな顔しちゃって、かわいいね。何がだよ。おお、親分。そうやるんじゃねえ。お取り込み中悪いが、ちょっと出てってくんねえか。人の恋路の邪魔しやがって、金芋虫。ものす
すごいのと頑張ってんだな。おお山君、おせんさんには黙っててください。ご承諾の野郎で、てめえ今頃三途の川でふんどし洗ってるとこだったんだぜ。三途の川でふんどし、おめえがイチャついてる間で一体何が起こったか聞かしてやろうか。聞いてびっくりすんな。お前こっから一歩も動くな。いやだ、もうあの女を好みじゃねえんだ。親分と一緒に帰る。俺そうはいかねえんで、くたばれたくなかったらここにじっとしてろ。お前八丈から着てきた着物はどうしたい。はい、これ。あ、借りるぜ。汚いよなこれ。おい、借りるって。親分、俺はどうすんだよ。お前もいるか。じゃこれ来たらしようね。くせえ、なんだこれ、なんだこれ。女だよ、女。何してんだよ、あんたたち。え、いや、まあ、ちょっと、ちょっと。なんだよ、芋虫。いや、どうも、お姉さん、そんな、おっかない顔しねえで。じゃあ、かすけさん、また来てね。今度来るときはよ、八丈土産の椿油持ってきてやる。待ってるわ。確かにかすけと言ったな。はい、間違いない。島帰りのカスケだな。はい、聞きたいことがある。ついてこい。お尋ねになれてることは死者に入れちまいました。何？ん？あ、聞いた。目隠しを外してやりなさい。あ、軍兵衛その者が最後の一人か。いいえ、あと一人、志村なる浪人者の行方がまだ知れません。志村はいずれ町方が探し出してくれよう。しかも志村は大江首里の城殺しの下手人じゃ。町方が動けばたかが痩せる人の一人やったり。なるほど、そいつは手間が省けるというものでございますな。加助とやら、その方志村という浪人者の居所を知らぬか。知らん、変わらん、カッパの変にございます。何？嘘をつくとためにならんぞ。知らないもんはどこまで行っても知らないもんだ。少し可愛がってやるといい。その前にやることがあろう。志村でな、加助というこの者が持っておればそれで済むこと。ごもっともにございます。
では早速この場にて。お待ち。せっかく客人として招いたのじゃ、わらわは手荒なもてなしは好まぬ。遊びじゃないぞ。兄者、わらわに口出しは無用です。そうで、酒を運べ。あて、運のいいやつだ。女中さんでございましょう。聞きたいか、地獄の土産に。地獄の土産だなんて。貴様、ここから生きて出られると思っているのか。よがす、あっしも度胸で打ったドブガラスのカスケで煮るなり焼くなりどうともしておくんなぜ。その代わり全部とっぷり聞かせてもらいて。おめえさんたちは一体何者で、何の魂胆で俺たちを裸にして殺すのか。待ってるな。ごめんくださいませ。ゴンとなれよ、あげしおは南さ、足がそよいでカラスが飛び立ちゃ。申し上げます。えよ。お風呂の用意が整いました。風呂？カスケ、この体が欲しゅうてか。さあ入るがよい。次郎さん、さあこれ捕まってください。ちょっと待てよ。今いいところなんだな。何バカなこと言ってんですか。さあ早く。分かったよ。でもわかんないけど、痛く出てきゃあんな思ったか。ちくしょう。ダメですか。切！走！
お召しになってくぜ。ああ、一体どうなってんだ。詳しい話は後で。ぐずぐずしちゃいられませんぜ。志村だ。イエイイエイ。どうぞ。探せ。探せ。お姫様。おお、いい匂いだ。さまあの時よ。それにしてもたまげたぜ。あんなところで次郎さんと出くわそうとはな。足だって驚きましたぜ。まさか親分があんな脅しまと。なんだ脅しまって。その着物のだろう。いや、なんでもね。実はね、親分、あっしはあの屋敷に昨日から忍び込んでいたんです。なんだと。なんだよ、ぐちゃ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 。私になんでもねえよ。着物にしてどんぶは嘘つき。なんだい、あの子。ネズミだよ。なんで兄ちゃん格好ばっかりつけんの。なんであれ、こればっかり。近頃ネズミしか相手にしてくれないんだよ。カスケ。なんだ、どうしてこんなとこから来るんだよ。ネズミより悪いじゃないか。おせん、俺この野郎に聞きたいことが山ほどあんだ。今夜は色気抜きで朝まで飲み明かそうで。親分がそういうんじゃしょうがないね。お前他に女がいるじゃないか。先生、俺あの晩のこと忘れられないんだ。冗談だ、冗談。一回こっきりか忘れな。何をぐちぐち言ったんだよ。さあ、上がれ。かすけ、あんな。わしね、あの屋敷で妙なものを見たんですよ。何をだい。奴らね、親分の着ていた着物を調べていましたぜ。カスケの着物。ええ、うん、やっぱりあれかな、あの屋敷の主がカスケたち6人を狙った張本人ってことか。なんで俺たち狙われんだ。カスケ、おめえなんか心当たりねえか。例えば島を出るとき誰かがおめえら一人に何かを渡したとか。そんなことはなかったんですよ、うん、あの志村金吾っていうのにどうも引っかかるな。俺は野郎島でどんな奴と親しくしてた。そら俺と、うん、暮らそうって取ったんだよ。取ったん
そいつは何で島流しになったのね。コソドロだ。何でも噂じゃ昔錠前破りの名人だったそうだけどよ、なんつったって年だよ。今じゃ仏様みたいになってよ、木の根っこで観音様ばっか掘ってたよ。志村さんは蔵蔵のとっつぁんと妙に馬が合ってたようだ。志村さんに言わせればとっつぁんただものじゃねえそうだ。待てよ、そのとっつぁんこの左手の甲に傷なかったかい。傷？あったあった。次郎さん、とっつぁん知ってんのかな。ああ、夜嵐の蔵蔵、確か5年目つまらねえ仕事でドジ踏みお縄になった。だがこの江戸じゃ昔は5本の指に入る大泥棒よ。そんな男がなぜケチなことで島送りになったのか納得いかねえと、当時は夜と触ると盗っ人仲間の話題になったもんだ。なおせん、おせん、起きろ、みっともねえ。もう飲めないよ。おせん、おめえ夜嵐の蔵蔵覚えてるか。島送りになったとっつぁん。そうだ。なんで島送りになったかわかるか。ああ、なんでだったっけね、兄ちゃん。なんでもねえ、とでかい仕事をした後、仲間割れかなんかでわざと町方のお縄になったらしい。そうだ。なるほど。牢に入るのが身の安全、悪党がよく使う手で。その蔵蔵が志村金吾の着物にそっと隠すもんつったら一体何なんだよ。決まってんじゃないか。昔の仲間につなぎつけたかったんだよ。するとあの能面の大戸島が蔵蔵の仲間ってことか。なるほど、南蛮酒のかすで。あの女、正体は一体何だ。兄ちゃん、その大戸島ってな、いくつぐらいなんだい。おめよりずっと若えよ。よし、明日もう一度あの寺を探ってみようじゃねえか。ここですぜ。次郎さん、俺は面を覚えられてる。裏から回るから次郎さん表から行ってくんねえか。勝手です。どうも。お前はどうだ、飴欲しいか。うん、ありがとうございます。おばあちゃん、つかぬことを聞くが、この寺にはどんな方が住んでいらっしゃるんで。ここは1年ほど前から誰も住んでいませんよ。誰も住んでね。ごめんなさい。ごめんなさいよ。次郎さん。1年目から誰もいねえそうだ。ますますくせえな。確かこの廊下で俺が昨夜連れ込まれたな。それでここに俺がいて、間違いねえや。そこに能面をつけた女がいた。ここには妙に目つきの鋭い侍がいた。一晩でお化けでなった。恐れ入山寛福茶釜だい。幽霊寺か。一晩で様子がガラリと変わっちまったんで。消すはずだったドブに逃げられて、慌てて奴らも痕跡を消したわけだな。しかし、ちょっと惜しかったな。何が。いや、こっちの話で。ところで、場所は本郷の菊坂と言ったな。え、ノートル、夜嵐の蔵蔵が八丈送りになったのは確か5年前だったな。え、5年前、文政
4年3月これは極秘の一件だが、江戸城の御金蔵が破られ金12万両が盗まれた。12万両も？責任者の金奉行は切腹、勘定奉行の松平右京太夫様は改易となられたほどの前代未聞の事件ゆえ、ご公儀はお目付をはじめお庭番衆を総動員して探索を続けたが、今もって盗っ人の行方はようとして知れん。殿様もしや蔵蔵下手人だと思ってらっしゃるんで。あり得ることとは思わぬか。蔵蔵はご公儀の追及を逃れるために12万両を密かに隠し、自分はわざとこそ泥を働いて町方に捕まった。小伝馬町であり八条であれ、そこに送られていればいかなお庭番衆とて目は届くまい。そこで5年の間じっと息を凝らしていた。蔵蔵には当然のことに共犯者がいた。なんせ12万両の大金だ。共犯者とて喉から手が出るほど使いたかろう。5年待ちしびれを切らして八条にいる蔵蔵につなぎを求めた。その返答がおそらくこの度の12万両の隠し場所を教える密書ですね。あの目ぎつねがそんな大されたことを。ドブ、え、その女の顔しかと見たのであろうな。見ました。左の方に火傷の跡が。火傷の跡な。え、間違いありません。あれさえなきゃ竜宮城の乙姫様みたいな女で。ドブは女なら誰を見ても乙姫様に見えるんじゃないのか。わしより目が悪いんじゃないか。いや、それから殿様、この乙姫様に仕えてる侍、これは名前はよく分かりませんが、この二人は兄弟かと思われました。兄弟？男の年は40絡み、女は30前後。この二人が10人ほどの家来を顎で使っておりました。なるほど。それにしてもご公儀のお偉い様が御金蔵破りの片棒を担いでいたとは世も末でございますね。道具、その寺から消えた目狐は何としてでもこのわしが嗅ぎ当てよう。お前はその志村金吾なる浪人を探し出すのだ。カスケが所持しておらぬとすれば、志村は必ず蔵蔵の密書を体につけている。奴らに先を越されたら、ドブ、それこそお前の得意のセリフになるぞ。え？あっしの？もう遅巻きのトンガラシよ。そんな顔しませんよ。この者、八条より御斜面の者にて、小伝馬町牢屋敷吟味方を斬殺せし凶賊、身の丈五尺七寸、やや猫背にて送信、眼光鋭く。水戸街道？ええ、志村の女房ってのが松戸あたりの宿場で飯盛り女になってるそうなんで、志村実地八九女房に会いに来るに添いね。そう言って小松の旦那もついさっき水戸街道下りやしたぜ。小松の旦那が？冗談じゃねえよ、いいの。これうかうかすると俺とらっきょうの旦那は命のやり取りをするってことになりかねねえぞ。Thank you.
あなた、お越しの者を。あら。竹光だ。刀を売った。路銀がないんだな。それじゃあなた。案ずるな。刀はもういらん。おまき、俺は島で心に決めたことがある。それはどんなことがあろうと、もはや人を切らぬということだ。それよりもおまき、5年の間苦労かけたな。お帰りなさいませ。よせそんな他人行儀は。いいえ、ご苦労なさったのはあなたです。それなのに私はこんな卑しい女になって、合わせる顔がございません。許してください。許して。おばき。あなた。おばき。おばき。斜面になるために金を作ってくれたそうだな。誰に言われてそんな無理をしたんだ。小伝馬町の大江様です。何？50両作ればあなたのご斜面に力を貸してやると言われて。やっぱりそうだったのか。ごめんなさい、あなたは上様を憎んでらしたの。いや、そんなことはどうでもいい。俺にはあの男がその50両を真実俺の赦免のために使ったとは思えんのだ。え？あの男が俺のためにそんなことをするはずがない。でもあなたはご赦免になったではありませんか。なった。確かに自由の身になった。だが、俺が赦免になったのは何か他の訳によるものと思えてなら。おまき、大江首里城は死んだぞ。え？いや、惨殺されたんだ。しかもなぜか大江を斬った下手人はこの俺ということになっておる。何ですって？俺は二つ獲物なんだ。だからこんな遊び人の姿に身をやつしてここまでやってきた。なぜ、なぜあなたがそんな目に。わからん。無論竹光しか持たぬ俺に人を切れるわけがない。いや、たとえ神経を持ったにしても断じてそうは切らん。信じてくれるか。信じますと。信じます。島から帰った翌日、俺はお前が働いていた東両国の山の近くで大江に出会うた。その晩、大江は何者かに斬られ、町方は俺を下手人として手配した。これは何かの罠だ。罠？そうとしか思え。もし俺は大江首里城殺害の下手人に仕立てられるために島から呼び戻されたのではないのか。あなた。お改めでございます。動くな。おまきだな。その方、志村金吾であろう。いかにも。
小伝馬町牢屋敷吟味役与力大江首里の城殺害の咎によりお縄に出す。神妙にいたせ。違います。うちの人は人なんか切っておりません。これを、これを見てください。ん、おまき、亭主に恥をかかすもんではない。ご無礼いたした。ご同道いたす。いやー、やだバンドまでだ。檻を見て奪い返そう。待って待って、あなた、みっともない真似すんじゃねえ。おまき、あなた来るんだ。あなた様、志村さんの味方だ。安心しなさい。あと半時したらご亭主はきっとこの手で奪い返してやる。四つの鐘を聞いたら天神池の西側にある船小屋で待ってる。本当？そうは言っても信用できねえか。ここに五両ある。これで旗子の男五将を手なずけて鎌倉や足抜けする気でずらかってくんだ。いいわ、きっとなさい。腰のものを竹光に変えて我々の目をごまかそうなどと小子千万だ。大江様を斬った技者はどこに捨てた。素直に言わんか。両国の刀や美濃屋宗兵衛に八両で撃った。お調べください。何だと。何だてめえは。おお、ドブじゃないか。どうした。おや、旦那、大丈夫ですかい。え、ラッキョみたいに痩せちまって。どうしたんですか。ラッキョとはなんだ。来た。まあまあ、あ、そうですか。この方が小伝馬町鬼殺しの志村さんですかい。あっ、おこら。よし、あっ、さあ、おまきさんが待ってる。早くゆっくりしておくんなせ。おまき、あなた、おまき。そろそろ本題に入りてんだが。志村さん、あんたが来ているこの八丈島、これは島からずっと来てなさるもんかね。うん、すみません、改めさせておくんなさい。いや、わけは後で話す。すみません。蔵蔵っていうじいさんは知っていなさるね。その蔵蔵がこの着物のどっかに大層なものを縫い込んだかもしれねえんで。蔵蔵が。これだ。一体いつそんなもの。何なんだこれは。いや、何が何だか分かんねえ。とにかくこいつさえ手に入りゃ締め子のウサギこっちのもんで。いいですかい。これからが大変だぜ。これを奪い返そうと狼どもが牙向いてきますぜ。なのにおいらがついてる限り奴らの思い通りにはさせやしねえ。もし万一おいらとはぐれたら下屋にある通称無地な長屋においらのでっけえ屋敷がある。二人してそこに隠れるんだ。カラスのカスケがあんたたちの来るのを首を長くして待ってるぜ。カスケが。じゃあ行くぜ。
火を消せ。目が欲しいのはこいつだろう。貴様てめえには生きててもらおうぜ。あの能面をつけた目狐、一体どこの山に隠した。案内してもらおうか。何も書いてないのか。はい、字らしいものは何も、うん、しかも殿様、この図面は半分にちぎられてますね。つまり割り符だな。悪党どもがよく持ちうる手じゃ。する程度残り半分はあの目狐が。いや、それは分からぬ。それよりもな、ドブ、この問題を解決する早道はこれを書いた張本人に会うことだ。ちげねえ、早速八丈に明日行ってきます。 お前が何も島に行くことはない。蔵蔵を呼び戻せばよいのじゃ。あ、ちげねえ。しかし殿様、蔵蔵僧をやすやすと呼び戻せますか。渡りに船。いや、実はな、明朝新大橋から大島八丈に向けて御社面船が帆を上げる。御社面船が。するとまた久保様はおめでたでも。実はな、四十九番目のお子が10日前にお生まれになったのだ。姫でな、お原様は親への方だ。四十九番目馬みたいな久保様ですね。ねえ、おさえさん。あ、知りません。お原様は13人もおられる。それに11代様のお手つきのお中老だけで30人は下るまい。そのお中老の中に頬にやけどのあるお中老で、すでにおしとね御免になった方がいられたとしたら。とつま、するとあの目狐は久保様の目下探索中じゃ。それよりもなど、奇妙なことに今度八丈から御赦免になった者の中に蔵蔵の名があるのだよ。何ですって。察するに奴らはこの図面を手に入れることはもはや諦め、蔵蔵自身の口から宝の隠し場所を聞き出す決心を固めたに相違あるまい。相当じれてますね。順調に行けば船は10日後に、つまり3月3日の朝、新大橋に戻ってくる。それからの蔵蔵の動きを見張っていれば、おのずと道は開けよう。そっから先が勝負でございますね。3月3日ひな祭りにか。さよ、ひな祭りの日に蔵蔵は島から帰る。そうで、はい、久しぶりにテテゴに会えて嬉しかろうの。はい、3日には暇を取らすゆえ、船着き場まで迎えに行って蔵蔵を喜ばせておやり。あらん、それはなりませんぞ。なぜじゃ。たず、町方の犬が目を皿のようにして我らの動きを追っておる。とりわけ町工事左門に使えるドブとかいうおかっぴき。そのかっぴき、まさか。どうしたんだ、たず。腕利きのかっぴきなら、カスケになりすまして奴の方から我らの動きを逆手に取って。では例のあれ寺におけるあの色の浅黒い山犬のような男。
ぜじゃ。なぜあのような無礼者をいつまでも生かしておくのじゃ。あの者はわらわのわらわのこの顔を見た。立つ。元より生かしてはおかん。しかし奴はなかなかの手だれ。今度も松戸の宿であの阿形軍兵衛を奴の手にかかって。不甲斐のない。せっかく老中水野出羽まで動かして志村召し捕りにこぎつけたというのに。我らの見つけを嗅ぎつけたあの大江尻の城を消したまでありが、あの岡っぴきが出しゃばって以来全ては狂うた。蔵蔵の密書も志村の手から奴に渡ったに相違ない。蔵蔵が志村金吾に託した密書は己を八丈島から御赦免にせよとの謎だったのではないか。殿様、私はやはり父を迎えに参ります。何？父は町方が見張っているのを知らずに帰ってくるのです。それでは父があまりにもかわいそうです。嘘で迎えに行くがよい。はい。ただしくれぐれも気をつけてな。はい。この次は決して遅れは取らん。御庭番高賀衆より寄りすぐった者五名、刺客として送り込む手はずになっておる。嘘で。はい。酒を持って。はい。まずお袖を蔵蔵に合わせるがいいが、まさか蔵蔵と共に裏切ったりはすまいかと。兄者も気が弱いこと。まからのありかさえ分かれば親子ともども地獄に送れたはずになっていたのではないか。言え、志村金吾の居場所を言え。なぜ黙っておる。小松様、志村金吾は大江首里の城殺しの下手人ではございません。そんなことを聞いているんではない。志村はどこにおるのかと聞いとるんだ。志村金吾を一日も早く召し捕るというのはお奉行直々のお達しなんだぞ。土分、いざとなったら腹を切るか。ええ、こんな汚い腹でよかったらいつでも。よかろう。貴様とは長い付き合いだ。今回に限り特別に目をつぶってやろう。そう来なくちゃ。もう落胸なんて言いませんから。じゃあ今夜一つ派手にバーッといきますか。こんばんは。これだよ。お前はどうしてこういうことになるとそう手回しがいいんだ。まあまあまあ、旦那いいからいいから。そう固いことばかり言わずに。さあ、ラッキョあの殿にほら釈迦、ほらほら仮面がこんとな。いや、これはふさわしくんで。夢の浮き橋あとた。てめえら忍びだな。誰に頼まれた。十分だもんだ。それにしても忍術使いが親分を襲うなんてお金事になってきたもんだね。12万両の取り合いで、あとは引かないぞ俺。12万両何ですそれ。何でもねって。おい、ふけっ。うわ、むちゃ
さあ、だらおら俺飲め、だらおら温まるぞ。 ありがてえ。おやぶん、さっきの十二万両ってのは何です、教えてくださいよ。まずね、さあ、これを。これは片付けね。すまねえ。おやぶん、言い出しといて途中でやめんな、男らしくねえっすよ。おめえもう本当にしつこいな。蔵蔵が八丈から帰ってくんで、聞きたかったら蔵蔵に聞けってんで。蔵蔵がご赦免になったのか。そうらしいんで。だからおめえさんたち、下手に首突っ込まねえ方がいいぜ。大丈夫で心配すんね。十二万両は俺ががっちり探し出してやる。十二万両。何びっくりしてんだよ、カスケ。十二万両じゃねえか、たかが。一万円にも分けてやるって、心配せんね。あれが蔵蔵だ。なるほど。いい面構えしてやる。しかし老けたな。ほら、八年も前に顔合わせたことがあるが、あの時は髪の毛もあんなに白くはなかったぜ。蔵蔵は多分娘のところへ行くだろう。娘？島じゃ娘の話ばかりしてたよ。さすがに蔵蔵ともなると気なくせえ出迎えが多いな。一番気なくせえのは俺たちじゃねえんですかい。ちげねえや。お父っつぁん。お父っつぁん、お帰りなさい。うん、遅め、心配かけたな。もう離れないで。お役人がお父っつぁんを狙ってるわ。いざよ御殿で待ってるからね。お父っつぁん。まあ、カスケさんじゃないか。お出迎えに参りました。お疲れさんでございます。おい、何の真似だね。まあいいから、お乗りになって。さあさあさあ。ちょっと待った。ついさっきそこで二人組の追いはぎがあったんだ。改めさせてもらうぜ。イノシシめ。その乱れはまやかしか。するてとてめえら本郷菊坂のあの目狐の片割れか。大体いましたぜ。よら。お寺前拝見した。お庭番甲賀組を相手にするとは大したもんだ。お庭番？これは甲賀組が使用する逃走用の巻き菱だ。カスケと蔵蔵のとっつぁん、大丈夫ですかね。このうちは俺が昔っから贔屓にしてる船宿で、土壌汁がうめえんだよ。さあ、どんどん行こうや。それにしてもカスケさん、俺が島から帰ってくるのはよく分かったね。じゃのめちゃ蛇だよ。ところでとっつぁん、江戸に娘さんが一人いるっつってたね。ああ。俺がつなぎつけてやろうか。ありがとうよ。でもそれには及ばねえ。無理すんなよ。島じゃ娘さんの顔に似せた観音像を彫ってたくせによ。
血を分けたたった一人の娘だもん。かわいいさ。この老いぼれの残りの命、すっくりくれてやっても惜しくはないさ。ついでに12万両もかえ。君は何て言った？カスケさんよ、言わぬが花ってこと知ってるだろう。一度言ったら取り返しがつかねえってこともな。老吐きがどこまで知ってる。俺はアサリじゃねえんだ、どらかけっかよ。どうだと思ったぜ。今日の出向けも誰の差し金だい。夜嵐の蔵ぞ。てめえがこう早々と尻尾を出すと思わなかった。そう、はめやがったな。とっつぁん、すまねえ。これも浮世の家だ。そうぜ、カスケを恨むとは当たらねえぜ。話はとっぷり番屋で聞こうじゃねえか。来な。5年前だ。てめえが江戸城内に忍び込み、大枚12万両を盗み出したまでは分かってんだ。ただし、てめえ一人の仕事じゃねえ。ご公儀のお偉方の誰かが手引きした。そりゃ誰だい？言えねえか。ほんじゃ俺が泥入ってる。一人は女で、顔に火傷の跡のあるなんとかっていうお方様で。図星だな。もう一人は男で、変に目つきの鋭い侍だ。どうやらこの二人は兄弟らしいな。そこまでお分かりなら一体何を。あっしからお聞きになりてんで。十二万両の隠し場所で。さあ、知らねえな。そうだ。これはてめえの書いた割り符だろう。残りは誰に預けてある？なんとかのお方様か。どうしても口を割らねえつもりか。よし、いや、こうなったら根比べで。おいな。へい。そろそろ飯にするかい。ほい、来た。おやぶろ。知らん顔ができなくなってな。だから俺は言い訳をしに来たんじゃない。できればお前の大事なお袖さんを助けてやりたいと思ってな。意地を張るな、クラゾー。誰をかばってんだか知らないが、お前が島で掘ってた観音像が泣いてるぜ。まあ、じゃ娘の命が危ねえんだよ。おそでの十二万両はすっくりご公儀に返す。その代わりおそでだけは助けてやってくれ。志村さんの言う通り、おそでは人質に取られてんだ。もうちょっと話を詳しくしてくんねえと分かんねえな。実は5年前、俺は確かに当時おそば用人茨城田沼様の手引きでご公儀のご金蔵を破った。蔵から盗んだ12万両は5年間は手をつけねえ約束だった。ところが、ほら、おかしな山で足がつき、八条に送られた。茨城様は、俺をのけ者にする気でいたに違えねえ。ところが、どっこい、お宝の隠し場所は俺しか知りゃしねえのさ。それで、
茨城頼母はおめえさんの娘を人質にして八条のおめえに隠し場所を教えろと脅しをかけたってわけか。おそれはお尋ねのお方様の御殿でお橋田女中を務めていたんでさ、図面を送らなきゃ娘の命はねえ、おらも長い命じゃねえ、島でうちんでもおそでさえ幸せならばとそればっかり考えていたんだ。なるほど、ひでえ話だ。それがどういう風の吹き回しか突然御左面船に乗せられた。俺たちがお前の書いた割り符を手に入れたからだ。だから奴ら仕方がなしにお前を呼び返したんだ。残りの割り符は誰が持ってんだ。おそでが持ってる。これはおめえのお守り札だ。金輪際人に見せちゃならねえと言って島に渡るときに、もう一枚は俺が持ってる。そうか、一枚を三つに割ったんだな。それは分かったよ。これぞ任せてみな。お袖さんの命は俺らきっと守ってやる。違うではないか。お方様、いかがいたした。そのように青い顔をして何やら胸騒ぎがいたします。胸騒ぎ、はい、よからぬことが起きそうな。たわけたことを申すな。申し上げます。ただいま玄関に投げ文が。これ持て。このようなことを。これはあかん。どこの何という寺じゃ。これだけじゃ分からぬ。もう一枚があるはずだ。いいか、おそれ。はい。この守り札、最後の土壇場まで人に見せるにはないぞ。何を隠しておる。これ、これ出せ。これは不条文。不条文。それで分かった。あの折大奥で流行病のため大勢の死人が出た。蔵蔵は12万両をあの棺桶の中に隠したのではあるまいか。谷中の総林寺でございます。
殿様、なぜこんなところまで恐れを。お前が会いたかろうと思ってな。ご案内いたします。頼母が天下を取る日も近いぞ。さあご一同、褒美はもう様取らせず、休まず御殿へ運んでくれ。はっ。ご苦労だったな、倉蔵。もはやそなたには用はない。恐れともとも暇を取らせるぞ。そうは左遷道のお不動様だ。フラゾを裏切ったな。裏切った？呆れケールの放火ぶりだ。はなっからこの親子を消すつもりだったんだろうが。貴様は一体。俺か。恐れ多くも神田川で産を使った天狗様だ。俺も銭が欲しいんだ。その12万両そっくり置いてってもらおうか。聞かれねえけど言ってやら。俺はご存知ネズミ小僧次郎吉だ。名乗ったからにはてめえらの大臣が冥土案内してやるぜ。切れ。勘定奉行まで勤めた名門、お嬢際ぐらい美しくしようぜ。助けてくれ、頼むぞ。Thank you.
大の男が命までかけて12万両も取り戻してさ、ビタ一文にもならないってのも珍しい話だよ。せめて一人頭100両ぐらい。みみちこと言うなよ、おせん。いずれこの俺が100万両ぐらい手に入れてやら。うどん屋の釜。なんだそら。兄ちゃんはいつも言うばっかりよ。ジャバ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 。おーい、ずるいよみんな。内緒で楽しんでちゃ。ほっときな。大仕事の後は静かに時を過ごすのが一番なんだ。おめえらもめめで勝手にやったらどうだい。いろいろと世話になった。また会おう。達者でな。おせんさん、俺はお前が好きだ。乗っけてくれよ。どうするよ、おせん。ありがとう、ありがとうなら、芋武者二十歳、カスケ27で死んじまえ。なんだと？バカ野郎！てめえこそ死んじまえ！どういうんだろうね、私がこんな嫌がってんのに。私の好きなのは焼き芋の昼寝。ねえ、親分。一人で静かに考えてる。考えてる。私のこと。倉蔵に合わせる顔がねえってことや。おそでちゃんだけは面倒見るって俺は大見え切ってんだよ。私にも大見え切ってもらいたいよ。おせん、地獄の底までついてきやがるとかなんてこと。おめえ腐ったものでも食ったんじゃねえか。食いたい。親分、頭から丸ごと食って去りたい。去らせてよ、親分。ちょっと待って。おーせん、おーせん。いいよ。